どうもです、つくもやよ。6月22日、今日は3人もついとるな。3人も言うのは土木建築には向かへん行けや。ああ、ほんで今日は夏至ね。1年で最もお昼が長い日って言われてる。この日過ぎると本格的な夏がやってくる。夏に至るいうことやね。六曜は社交、祝い事は今日、昼前後のみが吉で、あとは今日。時間は可能へ、鋼鉄なんかを示す陽の金、花が開いて実を結ぶ状態を示しとる。十二支は虎、陽の木、春が来て万物が再び活動を始める状態を示しとる。ほんでこの十巻と十二支からおよ五行を読むと、厳穀木、金属の刃物が木を傷つけるいうことで増刻、物事が順調にいかへんゆけよ。まあまあ社交で増刻、あと三リボでな。まあ特に土木建築のことはやめといて、まああとは社交な。赤から連想できるもん、火の毛とか怪我とかね、そういうもんにはよいよ気つけて過ごしてな。まあまあこれらを踏まえてどう考えるかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたねー。